3連休初日は広く日差しが届いている場所が多くなっていて、太平洋側を中心に過ごしやすい体感となりました。ここでリポートをご紹介していきましょう。愛知県名古屋市中村区、爽やかな秋晴れのリポートをいただきました。風が吹くとひんやり冷たいといった報告です。では続いてもご紹介していきます。東京都八王子市、景色を眺めながら冷やしとろろそばをいただきますといったコメントです。紅葉とおそばと青空のコラボレーションがとても素敵ですね。このようにリポートでも青空を確認できる、そんな報告が多くなっていました。だんだんと日中は気温が上昇したところが多くなりましたが、この後の気温の変化も気になるところです。東京の気温の状況について見ていきましょう。15時2分の段階ですと 17.5 度となっております。ただこの後気温がガクッと下がり、9度まで気温が下がりますので、忘れずに暖かい格好でお過ごしください。また今晩は冷え込むところが多くなりますが、今晩はどうでしょうか、暖かいおでんなんかもいいんじゃないですか。おでんです。土曜日のおでん指数を見ていきましょう。西日本や東日本ではそろそろといった場所、北日本ですととっても食べたくなる指数でしたり、おでん日和となっている場所があります。秋田札幌はおでん日和です。ぜひ美味しいおでんを召し上がってみてはいかがでしょうか。